ZTE ブレードベック 4G とは ZTE によって開発された第4世代移動通信システムに対応した Android スマートフォンである。本製品は香港では2014年7月24日、日本では同8月21日に株式会社 A やあのタッチブランドから発売された。また NTE レゾナントの通販サイトと MVNO 会社のソネットからは SIM カードとセットでの販売が開始された。基本的にインターネットでの直販形式での販売となっている。2014年10月31日にホワイトモデルが発売された。同製品の OEM 製品として、プラスワンマーケティングよりフリーテル LTEXM が2014年5月に発表され、同6月に仕様変更が発表された後に、 同8月29日に発売された。こちらは直販での販売のほか、フリーテル取扱い店舗でも販売されており、価格もブレードベック 4G より高めに設定されているが、発売と同時にキャッシュバックキャンペーンが行われた。NTT レゾナントプレスリリースソ、ネット、プレスリリースフリーテル、公式ブログハット ZTE ブレードベック 4G、株式会社 A ー、 ありがとうございます。